こんにちは、即家塾の久保です。今回はですね、ちょっと私的にすごく嬉しいニュースがありまして、この記事を紹介させていただきたいと思います。普段、お酒を飲まなくなって、もう7年になる私なんですけども、その前はね、結構、広島市内、えー、それから博多、すすきのこちらの方で、だいぶね、お酒をいただいておりました。ということで、カクテルにはちょっとね、 えー、ちょ、うるさいよという言葉では言わないんですけども、結構ね、夜のお酒の雰囲気好きな私でございます。まあ、それはあんまり関係ないんですけども、今回紹介したいのは私が毎週土曜日にお邪魔させていただいている、たこ焼きのたこ丸さんね。家族みんなで大好きでもうね、5年間毎週毎週いただいているんですけども、こちらのたこ丸さんのね、えー、娘さんで、今、アメリカにお住まいの、今、写真が出てますよね。 この方がですね、えー、なんと、この見出しにもあります。シアトルの航空宇宙システムエンジニア、えー、創作カクテル作りで国際コンベンションに出場ということでございます。いや、何が痛い,いのかと言いましたね。実はこの画面に映ってる方、シアトルの航空宇宙システムのエンジニアさんなんですよ。すごいでしょ。超インテリかもしれませんね。でもユーモア溢れるカクテルもちょっと得意ということで。 多分ね、これ趣味でなんでしょうけども、カクテルを作ってらっしゃるんですよ。で、その趣味がこうじて、現在ですね、まあ、とんでもないですね、えー、選抜をされているということで記事になってるんですよ。いや、本当にね、日本人として、同じ日本人として誇らしいところと、まあ、同じね、瀬戸内に住む、えー、ものとして、なんかその、急にね、自分のことのように鼻が高いなと思いきて紹介させてもらってます。ちょっと記事を読んでみましょうか。下の方ずっと行きますね。 新型コロナウイルスのパンデミックでバーに行くことができなくなったきっかけで自宅でオリジナルのカクテル作りを始めた吉水まりえさん。はい、この方でございます。いつもタコ丸さんでお世話になっております。吉水さん。ご夫妻の娘さんでいらっしゃいまして、シアトルにいらっしゃる吉水まりえさんですね。今、3000と画面に出ております。えー、インスタグラムでカクテルの動画や写真をシェアしていたところ注目を集め。 えー、コンペティションに出場するようになりました。今回、スペイン企業主催のコンペティションの第一審査を通過し、8月にカリフォルニア州のハリウッドで開催されるセミファイナルに出場する吉水さんということで、えー、お話を伺っております、えー。昨日聞いたところによりますとね、タコマルさんにお邪魔して、この記事のことをちょっとね、あの、お話しさせてもらったんですが、なんとですね、タコマルさんでたこ焼きを焼いてらっしゃる えー、お母さんのね、吉水清美さんが、その清美さんがですね、まあ YouTube をされているんですよ。で、その YouTube の、まあ拡散力が、じゃあね、チャンネル登録100万人、300万人かというと、そうではないんですよ。えー、実はね、チャンネル登録250人ほどなんです。ちょっと概要欄の方に清美さんの YouTube 貼っときますね。その250人の YouTube チャンネルから、実はこの娘さんのことを、 取り上げて放送したことがあったそうなんですよね。そうすると、その250人のチャンネル登録の視聴者さんの中から、あこれはすごいねっていうことで、話題が話題を呼び、こういう風なね、記事に掲載されたという、まあそういう風なね、経緯もあるそうなんで、ここで言いたいのは、皆さん、YouTube、すごいパワーですよ。YouTube のチャンネル登録がね、数百人でも、すごいチャンスが、 こうつかめるということが一つ今日お話したかったんですね。まあでもそういうのを抜きにしても、このマリエさんご自身がね、大好きをこういうふうに表現することによって多くの人に見られ、取り上げられ、そしてなんとカリフォルニアのハリウッド、セミファイナルに出場するまでの、まあ道を引いたというね、やっぱアメリカンドリームは今でも生きてるなっていうとこですよね。詳しく記事を読んでいただくと様々、 もうワクワクすることが書いてあるんですけどもね。えー、そのあたりは動画概要欄に記事をちょっと URL 貼っときますのでご覧いただきたいと思います。えっ、ー、と、ここでね、紹介したいのは、そうですね、このあたりにしておきましょうか。創作カクテルをインスタグラムでシェアし始めてからどんなことがありましたかということで、このマリエさんの奇跡についてちょっとね、シェアしたいと思います。インスタグラムで注目されるようになってから、創作カクテルのコンベンションに出場するようになりました。 今では100社以上とコラボしていろいろな理科をご提供いただいてオリジナルのカクテルを作って公開しておりますということですよ。すごいでしょこれえ。本当にね、ちょっとしたきっかけで世に出ることができる。多くの人に喜びや感動を与えることができるのがインターネットの力だと思うんですよ。はい。じゃあこちらの方。ね。 自信満々のこのこカクテルをねね、えー、いいですねやっぱりね素敵な女性に、えー、とってもな,なってしまったということでまあもともと素敵だったと思いますけどこれからますますね、まあ、素敵なあ女性としてこのカクテル界にいろいろと奇跡を起こしてくれるんじゃなかろうかと思いますいやすごいですねあの最近ねトンビっていう阿部寛さん主演の映画があったわけなんですけども そのトンビの撮影現場にもなっているというね、瀬戸内、金浦、あそして朝口なんですが、もちろん金後もですよね。まあそういう街からね、こういった方が生まれるなんてのは何か縁深いものを感じますよね。あ、ここにもちょっと書いてますね。日本の町屋さんともコラボさせていただいたこともありますが、ということですね。日本の企業とのコラボもということなんで、もしかしたらね、 お酒に限らず、様々な形で、まあコラボをされるのかもしれません。トップスターになる日も近いかなと。なんかこうしてみると、あれですね、ハリウッド女優みたいな、そんな輝きを放ってますよね。はい。じゃあこちらの方にね、えー、ありがとうございましたの他に、えっ、ー、と、プロフィールが書いてますので、ちょっと紹介させていただきましょう。吉水マリエさん、略歴。岡山県。 浅口市出身、イリノイ州の高校に1年留学した時に訪問した大学で宇宙工学に興味を持つ。日本の高校を卒業後、カ察サ州にあるウィチタ州立大学に留学し、宇宙工学を専攻。2022年4月からワシントン州ケントに本社を置く宇宙企業ブルーオリジンで航空宇宙システムエンジニアとして勤務しているということで、<laughs> 様々なね、才能を発揮してくださる。 日本人、ここにあるということで、みんなで応援していきましょう。それでは今回は、あこのね、マリエさんの記事をお届けしました。清美さんの YouTube チャンネルも概要欄に貼っときますのでえ、ぜひね、皆さん、覗きに行ってくださいね。では、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。